はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、奥です。ということで今回はですね、近畿の国深淵涅槃寂女ですね、こちらで怪獣8号を使ってきましたので、まあそちら見ながら喋っていくっていう動画なんですが、一応今回編成としては泡盛2体、怪獣8号2体というパーティー構成でございます。2の編成に関しては画面右側に掲載していますので、そちらをご覧ください。で、まあ担当直に使った感想を言うと、まあ、シンプル強かったですね。とにかくその殴り火力がやっぱり、その道中の中ボスだったり、中ボスが入ってたかっけな、あんま覚えてないけど、まあ、あと特にボスだねに対しての火力が本当に強くて、これまでまあ、この深淵貴族星、まあ、涅槃寂女のところといえば、ミカエル2体と青森2体が特に主流の編成だったと思うんですけども、まあ、全然ね、ミカエル抜いてこの編成でいいなというふうに個人的には思いましたね。結構、その YouTube とか見てたら、大阪を使う編成もちょいちょいあったんですけど、まあ、ちょっと自分ちょっと大阪ね、厳選とかまだしてないんで、使ってないですけど、まあ、どっちがいいんだろうね、大阪と青森だと。まあ、でも青森にね、その、体制とか、思ってるっていう意味では、結構相性いいのかなっていうふうに思ってますよね。で、ここはあれか、プヨの攻撃。食らうけども大丈夫だね。そうだね。まあ、あと、そう、あの、カフカの SS に関しての話なんだけど、おそらくね、今現状ね、過激の量的な考えで言うと、その、カフカを線形過激の方にすれば、多分どうにかなるのかなとは思いましたね。使った感覚的に言うと。その、アーモリーに、激死かな？もっとね、じゃあ、カフカじゃねえや。アーモリーだ。アーモリーの方に、その、線形、盛れば、ワンパンがギリあんのかなっていう気はしましたね。正直やった感覚的には。まあでもどうだろうね。結構、このクエストの涅槃寂女って HP が本当に高いんで、ワンパンは、まあ、よっぽどじゃないと厳しいんじゃないかなとは思ってしまいましたね。それこそ、EL ミン使って、ギリ乗るかどうかレベルなんじゃないかなとは思ってしまいますね。そのワンパン検証はしないんで、そう、なんとも言えないですけど、まあ、で、あとね、このちょいちょい、焦ってるけど、チェイススフィア。これもね、あの、ボスに対しては、結構いいダメージ出すんですよね。だから、それでいいんだよ、マジでね。強い。ここはまあミスってるね。天狗に対してこれ、キラーって入ってるっぽいね、ちょいちょい見ると。これ、危なかったですね、ここ。地雷取れなかったんで。で、あと、怪獣8号ですね、このバウンドヒールか、あるんで、回復がね、すごいやりやすい。その、今までのミカエル・アーモリ編成って、どうしてもこの、ヒールバルーンですね、その、じゃないと、回復できなかったけど、まあ、別に、ね、回復要素あるのがマジででかいですね。それのおかげでね、結構 HP 気にせず立ち回れるから、まあもちろん運要素はあるんだけどね、そのバウンドヒールは。まあ、だとしても相当ね、立ち回りやすいですね、これは。さあ、で、なんだかんだ、バトル4ですね。まあでも特に喋ることないんだよ、正直。いいと思うけど。まあでもほんとね、殴り火力化け物だよね、ほんと。その、結構厳選してるとはいえ、攻撃力がぶっ飛んでるから、その、キラーない相手でも、割とね、削れるんですよね。まあ、そこはほんとに、怪獣8号の強みかなとは、思いますね。まあでも、今回僕、
空中庭園ではちょっと使えなかったんですよ。その空中庭園が来てる感じ、僕その怪獣8号持ってる体質が1体だけだったんで、ちょっと心持てなかったんで、ちょっと調整しなかったんですよね。その終わってからかな、多分体数、体質が裏でガチャ引いて2体目ゲットできたっていうので深淵の方やってますけど、まあでも結構ね、YouTube の動画見た感じ、いろいろな方見る感じだと、空中庭園はやっぱり未だテキーラアルファが前線張ってるっていう印象はありますね。うん。なんだろうね、ほんと、その、夏アルファのガチャ引いてなくて、空中庭園の反射薬があまりいないって人は、この怪獣8号がいいのかなとは思いましたね、そういう SNS の動画見ると。ただ、この近畿深淵の貴族生においては、正直ミカエルより編成価値は高いなと、個人的に思いましたね。なんか SS でゲージ飛ばしができる。回復がしやすい。シンプルに殴り性能も、ミカエルよりも高いっていうのも、あるんで、編成価値があるなと思いましたね。あとは、ミカエルは飛行なんですけど、怪獣8号はマインスイーパーなんで、地雷回収がよりしやすくなるんで、まあ、地雷による事故死がすごい少なくなるなとは思いましたね。まあこの動画内では一回爆発してるんですけどね。とはいえ相当回収しやすいと思うんで、まあ、今後多分、自分がこの近畿の持続性を周回するっていう状況になったら、この編成になるんだろうなとは、思いましたね。それぐらいこの編成使いやすかったですね。でまあ青森自身も涅槃弱女に対してめちゃくちゃ火力出すんで、まあ道中さえ乗り越えちゃえばもうこの編成ほぼ負けることないなとは思いましたね、使った感覚に。それ今怪獣8号弱外だからね、弱外であんだけこうね、サクッと削れるのは、マジで優秀だと思うよ。いや、ほんと強いっすね。まあ、ほんと今回ね、怪獣8号コラボね、この、全員スペック高いっすよね、ガチャゲン。この怪獣8号しかり、キコル、星名副隊長。全員スペック高いっすよね。まあ、他のね、2台に関してはまだね、使ってみたとか出してないですけど、いや、取ってもないんだけどね。いや、めちゃくちゃ優秀だからね。だから、このね、モンドリ前のタイミングだったら、本当にもう、ね、アニメ知らなくてもいいから、引いた方がいいよって、言えるレベル強いからね。このキャラたち、ほんと。だから、タイミングだよね、これほんと。だね、ほんとだからね、ミクシー商売うまいなと思ったね、この、ね、クエストやってるとき。ここでまあ、ボス近かって移設しましたね。で、これでもゲージ飛んだんじゃないかな、結構。まあ、でもラスゲね、もう HP すごく少なかったはずだから、まあ挨拶しましょうか。ということで、ただもうね、ミニ残しですよね、多分。そうなんですね。ミニじゃないか。でも結構ここまで削るから、そう、めっちゃ強いですね。本当に。はい、ということで。あ、これでも、あ、衝撃だったね。はい。ということで。まあ、こんだけ強いければ編成価値相当高いんで、まあ、ぜひ皆さん、怪獣8号を使ってみてはいかがでしょうか。ということで、また次回のところでお会いしましょう。さよなら、バイバイ、おめでした。ありがとうございました。